大王平田クワガタ大王平田クワガタは、こう注目、クワガタ虫か、オークワガタ族に属する、クワガタ虫の一種である。学名のブセファラスは、牛の塔を意味するが、これは湾曲した大顎が、牛の角に似ているためである。また、アレキサンダー大王の群馬の名前でもあり、和名の大王はここに由来している。ジャワ島王特産種で、 熱帯雨林帯の高標高地に生息し、夜行性で昼は木の洞などに潜む。標高1200から2000メートルの熱帯小葉樹林に生息するが、原生林の保存状態が良好な地域では、標高500メートルくらいまで生息する。確認された生息地の最高地点は2300メートル。ジャワ島には、ドーカスティターナスが分布しておらず、本種は、 ジャワ島における大平ク和型の第一種とも考えられている。体系に地域による若干の変異があり、島の東部に住む個体群と西部に住む個体群とでは顎の形状に違いが出ることが知られている。日本ほど四季の違いがない地域に生息しているため、他の大平多種と同様にほぼ一年を通じて最終観察できる。雨季には樹上に多く、寒期には 受根の下の地中に多い。個体数の増減は9月頃前後がピークとされる。大ガタ族、平田ガタア族の中では大型種であり、オスの体長は通常4 0ト、mm、ルから8 5ト、mm、ル稀に9 0ト、mm、ルを超える。フランスの文献には9 5ト、mm、ルに達するとの記載が見られる。オスに対しメスはさほど大型化せず。 一般的な平田クワ型のメスと同程度の4 0ト、mm、ルから4 5ト、mm、ルほどの個体がほとんどである。体裁が大きく湾曲しているため、体裁を含めた体長は大平田クワ型種より短いものの、体裁を除く体の大きさや幅は負けず劣らず大きいものとなっている。そのため以前は大王大平田の名前で流通していた時期があるが、間もなく、 現在の故障に統一されて落ち着いた。太い大顎の先半分は、針状にほぼ直角に内側に曲がり、斜め下方に湾曲するため、横幅の広さと相まって非常に迫力のある姿となっている。大顎を開けば、上から向かって尻の部分までほぼ逆三角形のスタイルとなる。体育だけでなく、大顎の力も、大平拓和型と同様に強烈であり、 気象も荒いため、挟まれた場合、出血を伴う怪我をする恐れがあるので注意が必要である。大平タクワ型との共通点が多数ある本種だが、大平タに比べ光沢が強いのが特徴で、大平タクワ型の中で最も光沢が強いスマトラ大平タクワ型よりやや強い光沢がある。大平タクワ型や国内の平タクワ型に比べ厚さにはやや弱く、 23度を超える飼育環境下での飼育は難しい。高地に生息する歩きでそう平たワガ型と同様の飼育環境下が望ましい。成虫の寿命は1年半ほどが多い。気少の荒いクワガ型なので、ペアリングする際には同族殺しをしないよう注意が必要となる。産卵方法は固めた、マット、産卵剤のどちらでも生む。剤については、 柔らかめの木を好む傾向がある。幼虫は口木、発酵マット、禁止剤のいずれでも飼育可能である。より栄養が高いマットや禁止での環境下では、約1年前後で卵から成虫まで育成が可能。ありがとうございます。